はいどうもこんにちは、シブキッチンです。今日はですね、ご家庭で余りがちなパセリですね。パセリこう一束とかスーパーとかで、欲しくて買っても、大体こう残ったパセリどうしようみたいなことになりがちなんですけども、今日はブルゴーニュ地方を代表するこうワインとも非常に相性がいいパセリを使ったエスカルゴバターっていう、ブールブルギニョンなんて言ったりもするんですけども、そのエスカルゴバター、こちらを使ってベビーホタテのエスカルゴバター焼き、こちらを作っていきたいと思うんですけども、ぜひその前にチャンネル登録とグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料紹介をまずはしていきたいと思います。まずはベビーホタテですね。ベビーホタテ、それからこちらがグラナパダーノとベーコンと玉ねぎ、それからニンニクですね、とこちらが塩、それから舞茸とくるみで、これがパセリとバターですね。でこれがアーモンドプードル、アーモンドのパウダーですね。以上の材料を使って今日はベビーホタテのエスカルゴバター焼き、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずはフードプロセッサー導入していただいて、エスカルゴバター、こちらを作っていきたいと思います。まずはパセリ加えていただいて、パセリだけで一度回していきます。はい、そしたら皮を剥いたニンニクですね、こちらを入れます。今日はかなり小さめのやつですね、加えていただいて、そこにアーモンドプードル、それから玉ねぎですね、加えていただいたら再び回していきます。はい、しっかりと回せたら、あらかじめ常温に戻しておいたバターですね、こちらを加えていきます。でバターも加えたら再び回して、しっかりバターとパセリが馴染むようにしていきます。バターがある程度混ざったら塩も加えて、再びしっかりと回していきます。塩が馴染んだらこれでエスカルゴバターは完成ですね。はい、続いて舞茸ですね。舞茸は、この下の部分は細かくこう切っていただいて、でこの上の部分はもう手でほぐしていただくだけで大丈夫です。続いてベーコンは、今日は小さめにカットしていきます。それからホタテは軽く表面に塩を振って味をつけておきます。はい、続いてフライパン用意していただいて、油を敷いていきます。はい、そしたら火をつけていただいて、フライパンが温まってきたらキノコを加えていきます。舞茸に焼き色がついてきたら、ここでベーコンを加えていきます。はい、ベーコンにも軽く焼き色ついてきたら、ひとつまみの塩で味をつけていきます。はい、香ばしい焼き色ついてきたら火を止めていただいて、一旦ボウルなどに上げておきましょう。キノコとベーコンが炒められたら仕上げていきたいと思います。まずはこちらのベビーホタテですね、お好きな耐熱容器、ココットなんかに入れていただいて、たっぷり入れちゃいましょう、今日。続いて、こちらのくるみですね。くるみを少し砕いて入れていただいて、ここに先ほど炒めたキノコとベーコンですね。こちらを乗せていきます。はい、そしたら、先ほど作ったエスカルゴバターですね。こちらを上から乗せていただいて、グラナパダーノを上からたっぷりとかけていただいて、オーブンだったりトースターなんかでこのバターが溶けて、このグラナパダーノに焦げ目がつくぐらいまで焼いていきたいと思います。はい、今日は魚焼きグリル、こちらで焼いていきます。はい、こういった感じに表面香ばしく焼ければ完成ですね。それでは食べていきましょう。それではいただきます。冷蔵庫に余りがちなこのパセリを大量消費できるっていうのがマジで魅力的ですね。ではいただきます。うん、おいしい。ホタテの旨味とベーコンも入れてるんで、この魚介と肉の旨味ですねが、こう口の中で合わさってめちゃくちゃ美味しいです。
ワインとも本当非常に相性いいですね。今回の料理はボイルしてあるベビーホタテを用意していますので、非常にお手軽に作れる内容となっています。スカルゴバターさえ作ってしまえば、お手軽に作れるワインとも非常に相性いいおつまみになりますので、ぜひ動画を参考に作ってみてください。本当にこう魚介とベーコンの肉の旨味とか、パセリバターですね、スカルゴバターのこの鼻から抜ける香りがめちゃくちゃ美味しくておすすめです。